北畑停留場は、大阪府大阪市阿部野区北畑一丁目七番地、先もしくは、北畑二丁目三番地先、の元熊野街道路上にある、半海電気軌道上町線の停留場。駅番号は、h n 零五。この停留場の北方200メートルほどの地点により、手塚山四丁目停留場直前まで、上町線は、元熊野街道場の平洋軌道となっているが、 この区間は交通量が少なくかつ、車道部分が狭いなため速度も時速30キロメートルに制限されており、中心市街地を走ることの多い他の路面電車では、あまり見られない独特の面向きとなっている。また、ここから手塚山三丁目停留場付近までが、いわゆる北畑、手塚山界隈である。道路上に乗り場が上下線は向かいに配されている。 ケ示路が二つ連続しているために上下の乗り場は離れている。かつては天王寺駅前方面の乗り場付近に古風な待合所が設置されていたが、現在は簡易な上屋と椅子に更新された上で若干面積が縮小された。当地に古くからある大名塚と呼ばれていた塚を江戸時代の地理学者並川聖書が1338年の安倍の合戦で戦死したとされる。 北畠秋江の墳墓と否定したことから本格的な墓所として整備され、その後当地を北畠と称するようになったという。秋江と伝えられる墓は北畠公園内にある K1 プロジェクト。ありがとうございます。